ダークの勤怠管理機能をご利用いただきありがとうございます。この動画では勤怠情報の表示及び管理者の設定方法についてご紹介します。ステップ3では勤怠情報を表示する方法を見てみましょう。打刻を行うすべてのメンバーの打刻状況は勤怠情報に記録されます。またダークの承認アプリをご利用の場合、休暇、残業、出張、外出などのデータもここに記録されます。管理コンソールの勤怠情報ページでは打刻情報、出勤時間、異常な打刻などの各種データを含む日時と月次情報を表示できます。表示したいフィールドにチェックを入れ、レポートの更新をクリックしてレポートの内容をカスタマイズできます。レポートをエクスポートすることも可能です。ダークモバイル版からでも勤怠情報を表示できます。モバイル版勤怠管理アプリの統計ページで左上のボタンを押して部門の統計または勤怠管理グループの統計を切り替えでき、統計データとランキングを日、週、月別に表示できます。なおモバイル版ではデータをエクスポートすることができません。データをエクスポートする必要がある場合はデスクトップ版の管理コンソールにアクセスしてください。最後により効率よく勤怠管理を行うための管理者を設定する方法を見てみましょう。管理者の設定画面にて勤怠管理の管理者を追加・削除することができます。勤怠管理者のほか次のいくつかの役割も勤怠管理に関連しています。法人アカウント管理者と勤怠管理アプリの管理者は全ての勤怠管理操作を行います。これら2つのタイプの管理者はダークアプリの管理コンソールで設定できます。勤怠管理グループの責任者は勤怠管理ルールを変更できませんが、勤怠情報を表示およびエクスポートすることはできます。またシフト制グループのシフト編成を編集することもできます。前回の動画で紹介した勤怠管理グループの設定画面で勤怠管理グループの責任者を設定できます。勤怠管理の管理コンソールの使い方の紹介は以上となります。ご使用中に問題があった場合は右上のボタンからヘルプセンターにアクセスして詳しい操作ガイドを確認できます。またサポートスタッフに気軽にお問い合わせください。もしこの動画が役に立ったらページの左下の役に立ったを押してくださいね。